UEFA ネーションズリーグリーグ B グループ1第3節、ノルウェー代表対ルーマニア代表戦が現地、11日に行われ、ホームのノルウェーが4-0で勝ちを収めた。ノルウェー代表の FW アーリングブ・ウト・ハーランドはこの試合で、ハットトリックを達成している。今シーズンの欧州サッカーは、ダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料を、実施中、ハーランドは、前半13分、MF マルティン、デゴからのスルーパスで抜け出して先、点を記録。2-0で迎えた64分にもゴール前でウゴーからのラストパスを受けて、チームの3点を奪った。最後は74分、エリア手前で、アレクサン・セルロートからのパスを受けて、ドリブから左足シュートを突き刺し、ハットトリックを達成した。ハーランドは、ノルウェー代表で未発のハットトリックであり、これで代表で U から6試合で6得点となった。ボルシア・ドートムントでも順調にゴールを重ねており、今1月まで在籍していたレッドブル・ザルツブクでのプレー期間も含めて、最近51試合で合計48点という数字も各国メディアで伝えられている。ノルウェー代表は8日に行われたユーロ2020予選プレーオフ準決勝では、セルビア代表に敗れ、本大会場を逃していた。ハーランドが代表チームで、キナ国際舞台に立つチャンスはお預けとな、たが、ウーデゴーなども含めた若い世代への後の期待はさらに高まることになりそうだ。